車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。
まもなく岐阜に到着します。お出口は右側です。岐阜を出ますと次は稲王館に停まります。 We will soon make a brief stop at 岐阜 CA-74. The doors on the right side will open. After leaving 岐阜 We will stop at 稲王館
車、9号車、8号車、7号車、4号車、3号車、2号車、一番後ろ1号車です。自由席は10号車と4号車です。その他車両は指定席です。一番後ろ1号車はグリーン車です。ご利用では乗車券と休憩券のほかグリーン券が必要です。あらかじめご了承ください。次は水俣に停まります。15時29分の到着です。太平洋側は日本海側を結ぶ路線です。
木曽川は遠く日本アルプスの万年雪を溶かし、木曽川の岩水分を集め、箕面大崎県で北川と合流し、伊勢湾に注いでいます。この辺りはヨーロッパのライン川に似ていることから日本ラインと呼ばれています。発展特急列車は先ほどの予定運転を行っております。
口は左側です。配達線長良川鉄道はお乗り換えです。美濃太田を出ますと次はゲロに停まります。 We will soon make a brief stop at 美濃太田 CG7. The doors on the left side will open. Passengers transferring to the Taita line Nagaragawa Tetsudo line, please change trains at Minohota. After leaving Minohota, we will stop at Gero CEG 16.ありがとうございます。
今 IC カードでご乗車中のお客様いらっしゃいましたら車掌が通りました際にお知らせください。ご乗車ありがとうございます。次は下呂に停まります。なお途中反対列車と行き違いのため停車する場所がございます。あらかじめご了承ください。
田川です。この辺りは田川の中でも最もダイナミックで神秘的な渓谷、翡翠峡と言われ、飛騨木曽川国定公園に指定されています。岩の上をご覧いただきますと、たくさんの穴がご覧いただけます。この穴を凹穴と言い、国の天然記念物に指定されています。この凹穴は長年にわたり、川底の石が流入の渦によって岩を削りできた穴です。Valley is part of the Hida Kisogawa Crazy National Park. It
注意ください。
遅れましてご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。下呂駅ではお客様の乗り降りが終わりますとすぐの発車となります。ご利用くれのなさいご作業をご注意ください。忘れ物、落とし物なさいませんよう、今一度荷棚の上や座席周りなどをお確かめの上お降りください。下呂を出ますと次は高山に止まります。まもなく下呂に停車します。お出口は左側です。下呂を出ますと次は高山に止まります。 We will soon make a brief stop at Gero CG 60. The doors on the left side will open.